僕の名前はルイス。ある日、おじさんの家に住むことになったんだ。我が家へようこそ。何です？僕のおじさん、実は魔法使い。こいつも喜んでる。二流のポンコツだけどね。あなたがルイスね。彼女は隣に住む魔女。すっごい頼りになるんだ。この家とっても古いでしょ。普通の家とはちょっと違う。おじさん、僕にも魔法を教えて。ねえ、お願いったらお願い。わかった。じゃあこれ読んどけ。マグレさ。この家に来てから不思議なことがいっぱい起こる。壁の中に世界を滅ぼす恐ろしい時計が隠されてる。時計を探して早く止めるんだ。嫌な予感がするわ。行こうか。力を合わせれば僕らは負けない。ルイスと不思議の時計。